How you gonna hit? Ogama! Good enough? Oh, you monster! Do the hustle. 失礼いたします。いや、大変非常に気合が入っている模様です。みんな上に飛ばしますね。いいですよ、島田雄二の部にはどんどんブイング飛ばしてください。島田レフェリーに本当にすごいブイングが、俺も飛ばしたいですどうぞ、はい、ブー島田ブー。いや、しかし島田、あっと小川が疲れましたね。あ、やはりとやられましたね。太ですね。おー、返していった人類。はい、ダルさあ、マリーさん、この戦いどんなところを見たいでしょうか。どうしてみたいでしょうか。あのゴールドバンク選手の小川選手のことをチキンと、まあ明らかに高田本部長から習ったと思われるんですけども、ゴールドバンク選手含め顔はちょっとそうですよね。あの口のあたりがご締めてるとメロンキロにも縛ったわけじゃないですか。わかりました、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。アルプネット挟みました。さあ試合に戻ります。バチー抜かれた。うわ、いきなり来た。すごいですね。ショルダーアタックみたいですね。ゴールドバーグ頭蓋骨でかいですね本当にそうですね。キリンぐらいありますよね。キリンですか。さあ投げていく。うおお、直線か、直線か、ハートいった。いや、リフトだ。おわらを上げた。すごいですね。迫力ありますね。おわせしゃべ、今あの高さを見たことがないと思いますね。上げられたことがない。そうですよね。いや、埼玉スーパーアリーナにゴールドバーグの雄たけびが響きます。小川はここまでは何もさせてもらっていません。ゴールドバーグ選手のね、あの戦い方がね、あの結構、まあ、そういう意味では本当にビル・ゴールドバーグナチュラルなもう戦うやつなんです。に戻りました。さあ組んでいく。ロックアップの状態からどちらが勝つか。これマリーさん、サイズでは小川負けてないんですけども、やっぱりこう体つきとかですよね。ただその小川選手柔道出身だということで、ええ、体の力っていうのがまたあるんですよね。外見に伴うパワーとかの他に体の力っていうのがあるんで、ええ、そこはまた一概にないんですよね。そしてこれ器用なところもおっけいさん見せますね。ゴールドバーグ、そうですね、結構なんかジャパニーズスタイル勉強してきてるみたいですね。あ、なるほどね、どちらかというとこう小川の土俵で戦って感じしますよね。あ、そうですか、やっぱこう喧嘩王にはね、喧嘩で対処する。なるほど、ゴールドバーグ一昨年、日本で、全日本で試合してますので。そうですね、その時になんかこうやはり得るものあったんでしょうね。あ、なるほど。そして得るものといえば丸井さん、はい、この小川直也も 0-1 のリングで川田俊明との戦いでまた一つ川が抜けたんでしょうね、きっと。そうですね、お互いガンガンいけるという意味で、小川選手この相手を見つけたと思うんですよ。そうですね。見ました、今すごい実感を受けてましたね。今筋肉がね、なんか肩だけ見たらボンドサムみたいになってましたよね本当血管がぶわーっと浮き出しましたね、一気に。さあ、しかしここは小川、さあ上から踏みつけていく。おお、乗れました、乗れました。足踏みつけていく。さあ、島田泉がここは止めに入ります。止めてもらおう、なるほど。クリンプレイ、クリンプレイ、クリンプレイ。島田レフリーのことは気になるでしょうね、小川選手もね、マリーさん。そうですよね、はい、ただ昨日の会見の時、島田選手が島田さんに向けてのお前に叩かせてやると言っちゃったんですよまあそれでのまんまと来てしまったんだと思うんですけどね。さあ、綺麗に腰を払っていきます、小川。見てるか。ある意味柔道のコアは寝技でもこちらも鍛えているのでしょうかね。
ゴールドバーグらしくない立ち上がりと言ってもいいかもしれません。強引な感じじゃないですもんね。そうですね、グラウンドに持ち込まれるのは、おそらくゴールドバーグとしては嫌だと思いますね。はあはあはあ、これなんとなく柔道のこう、さあ今度足仕掛けていきますが、いやー、しかし足決めてかけてから吠えます。さあゴーバー、いやまた血管が浮き上がる。さあ小川の足を強引に取るか、小川も必死です。さあもうかなり汗が立っています。そして血管が浮き上がる。いやー苦しいのはゴーバー。この表情を張っていきます。これに応えるか、おーゴーバーも返していく。喧嘩負けしてませんね。先ほどの男祭りの乱の時もそうですけど、ゴールドバーグに常に日本語の話をするというそうです。自分は通すという姿勢が一番ですね。今も畑にはこの野郎多いっていう、明らかに通じてないんですけども、やっぱ口喧嘩の基本ですから ね相手の話は絶対聞かない。あいいですね、そうですね、基本ですね、一方的に話す、それが口喧嘩。なるほど。あ、これ止めてません。いやー左ナックル、ここで逃れたいんですがゴールドバーグ、しかし逆に今度小川の足を取って、さあピンチだ、今度は小川がゴールドバーグが引きずるようにしていきます。あーこれ危ない、アフロスタの体勢です。しかもかかとを決めながら、その腰が落ちるか、さあ小川なんとかロープに届くか。ビル・ゴールドバーグまだ完全に腰は落ちていません。この WWE での戦いで現在アメリカ国内では出場停止中のゴールドバーグ、やはり戦いを求めてこの小川という獲物を求めてか日本にやってきた。あー蹴り待っていました。さあ立ち上がるチャンスだ小川、左ドル、さあ光る体にエルボーで、おっ投げがいけないか。マリさんいつも巴投げさせてくれません。そうですね、肘もう一つだ。さあここでさあ投げていった、これはどうだ、効いたかゴールドバーグ。いや背中押し込んでいきます。お手さんいいですね、リズム的には小川選手、いいですね、これね、もう何発か打てばね、あまり折れますよ、いきますね、ゴールドバーグの。いやーしかし逆にゴールドバーグのエコーで小川の暴れが危ない。そしてここで引っこ抜くか、すごいですね。いやー結果が浮き上がる、イカとかゴールドバーグが強引にこの小川を離して突き放していく。この戦い見ながら面白いじゃねえか、やってやろう、そう答えたのは小川直也です。世界の誰もがビビビビリアジログビル・ゴールドバグ、何だお前、あスイッチ入りましたよ、入りましたね、何だお前、思っきり顔の上に入れると変わるんですよね。ああそうなんですね、さあ怒った小川怖いと投げられるか、いや怒った小川投げられないか、さあ持っている、いやしかしこの力が力が強引に体が一瞬浮く、拳サイドに乗った、浮いたーゴールドバグの体が浮いた、投げつけていきました小川。さあここから、いやしかし小川もきついか、しかし左の膝を取っている、立ち上がった、さあ膝だ、もう一つ小川も苦しい、しかし強引にロープに飛ばしてトップ、さあスリーパーが入るか、さあそのままボディに足を回すか、いやしかし逆にコーナーに押し付けて、だ小川が背中に押さろうとするところ、そのまま乗るか、さあ乗った、さあロープスケープを島田レフリーは要求、おっと島田シットルが小川、しかしまだ小川の手はまだ左手自体は離れていない、もう一つ島田レフリーを吹っ飛ばしていく、今のはゴールドバーグの手ですね。あそうですか、あここで島田レフリーが今ちょっとこれ倒れていますね、二人に相撲をやられたことになりますね。あそうですね、島田レフリーはご覧のように今頭抱えて倒れています、倒れちゃってますね。いやもういい気味ですよ、あのくらいね、やられていた方がいいんですよ、たまには。会場からもその声聞こえますね、今さあ、いったっすよ、吠えたゴールドバーグ、決めるか、さあ、カバーレーン、しかしながら
あれ倒れたまま。そうですね、まだ島田レフリーは倒れたままです。あーゴールドバンがこれ島田レフリーに、あー島田レフリーこれちょっと立ち上がりませんね。これサブレフリーはまだこれリングのここからは見えませんよね。仕事しようよ仕事。島田レフリーはその声聞こえているのか。いや島田レフリーに対して観客からその声立てますね。お客さん、さあもう一つ狙ってるぞ。あーこれは大しかしたしかした SO。 さあ形勢逆転だ。ここにカバーに入りたいんですがご覧のように島田レフリーがここで落ち押し。島田レフリーは気づいているのか。なんか逆にこれ小川さん有利だから有利な場面なので、どうなんですかね。これはミスゼロなんていうところにミスターフレッド並みのなんかがあるんじゃないですかね。あそうですよね。これ島田レフリー今ね中村さんがこう肩を叩いて、ね、島田レフリーが起きよったことあったんですからね、ゼロワンの。いやこれどちらにとっても有利と言えないのか。出たー SEO ボンバーに集め、ここで決めたいんです、カバーに入りたいんですが起き上がらないレフリー。島田レフリー見てますよね、今見えますか。見ました、見ました、見ましたね。さあ起きたならいけてますね。さあそれはそれはそれでもいいのか。なんで倒れるの、なんで倒れるの。気がついてんじゃねえかよ、その場所でもいい。ああ逆に怒りましたねこれ。あ今島田レフリーのこと見ましたよ。ああ島田レフリー今のはだってタヌキ蹴りみたいなもんですよ。今見ましたもんね。見ましたよ。それで小川も気づいてですよね。小川勝たしたくないんですかね。ということなんでしょうか。今度からお前島田太郎って命名ができますよ、タヌキ蹴りしてる人に。まさにそうですね、確実にこれ島田レフリーこう見る限り気づいていると思われます。さあもうグロッキー状態のウィル・ゴールドバーグカバーに入ればいいんです。カウント3つ入れればいいんです。いやダメだ、崩れていく。あっとここで小川が取れた。今シルバーですね。あシルバーでした。足でしたね。ジャイアントシルバーが今手伸ばしてきましたね。あシルバーも持ってきた。いやいやこれまた勝手行こうが。いやしかし小川の手が見つかった。あれですよ、ハードコーネックパンチ。あ先ほどしましたね。いや小川これ一発で沈みましたよ。今も動かせ、誰も動いてないですよ今。いやこれは本当に誰も動いてないリング上ですよ。レフリーもね、レフリーまでバウンされてるから。しかもみんなうつ伏せだって言ったことなんですか。誰か何とかしろよ。ここで01のね中村、島田レフリーを落としてる、ね、来てるんですけどもね。さあ立ち上がった先に立ったのは上に見えました。いやしかしゴールドバーグのが膝を立てる。立ち上がりますか。立ち上がりますか。しかしこの後一発食らうと怖いな。レフリーはまだ起きていない。さあゴールドバグ先に立ち上がる。小川チャンス、いや一つ外された。いやースペアカウンター、勢いがついた。さあ右の指を突き上げる。どうだ小川選手、息止まってますよ。しかしながらこれまだレフリー1台やりません。これ小川ピンチですね。逆に言うと止めてもいいのに止められない、それほどピンチ。ゴールドバグが指を突き上げる。高い上げた、島田裕二は寝たまま。まだ寝たままですね。あれ、起きました。めちゃめちゃ寝起きですね。起きてんじゃねえ。